私たちはアミンチュを応援しています。住まいを売る？貸す？どう生かす？ご相談ください。いいねを一緒に探しましょう。ピアライフです。ロボットレーサー V ニュース。テレビの前のみんな元気かい？今日は10月21日に琵琶湖ボートで開催された私のショーの様子をお届けしよう。それでは早速 VTR スタート。10月21日琵琶湖ボートに機械人デコルとボコルが現れた。ロボットレーサーに戦いを挑む兄デコル。うわー、忘れ物したから帰るわ。一方弟のボコルは子供たちを悪の手下にしようとお尻風船で子供たちを誘惑するが、お尻の風船だよ、おならパワー大きくなるよ、待ってみたい、そう、せーの、1、2、3、失敗続きのデコボコ兄弟。しかしついに弟ボコルがロボを捕まえる。大丈夫みんな、ロボを捕まえてやったよ、今からそっち連れてくからね。だがそれは人違いならぬロボ違い。ロボだ、ロボだよ、僕はロボを連れてくるではありません、ロボです。そんな中会場にギターの音が響き、謎のダークヒーローが現れる。俺の名前はボコルが襲いかかるも、あっさりと返り討ちに遭う。圧倒的な強さを見せるコアラ G はなぜかロボットレーサー V に敵意を燃やす。やっとお出ましか、待ちくたびれたぜ、まずは挨拶があるな。突然現れた謎のダークヒーローコアラ G がロボットレーサー V に挑む、その訳とは。ヒーロー同士の戦いの行方は。答えは会場に来た人だけが知っている。みんなどうだったかな。これからも私たちは琵琶湖ボートに登場する。次回のショーは1月だ。次回も琵琶湖ボートで V! 知ったかぶりかいつぶりニュース。寂しい感じるな。その時安のおっさんがつぶやいた。ほやわし冬に屋台引いて歩きたい。みんなにあったかいもん食べてもらうね。屋台？そうそう、安のおっさん焼きを売って歩くんや。安のおっさん焼き嫌ったで言うてな。面白そう。僕は何かメラメラするプリン。ヤスのおっさん焼きってどんな食べ物プリン？え？さあ、わしにも分からへん。さっき思いついたばっかりなんよ。よじゃ、ほんなら早速準備に取り掛かるで。
準備とか、ヤスのおっさん焼きを作るとか。え、いやいや、違う違う、それよりも先にやることがあるで。さすがヤスのおっさん。何から始めるの？ヤスのおっさん焼き、これよ、練習やで。ということで、またまた新企画がスタート。冬限定プロジェクト、ヤスのおっさん屋台案が。ヤスのおっさん焼き、キラッタね。冬に屋台を引いて歩きたい。みんなにあったかいものを食べてもらいたい。そんなヤスのおっさんの思いを形にしようと、アミンチュプロジェクトのメンバーが動き出した。ヤスのおっさんが引いて歩く屋台とは、ヤスのおっさん焼きってどんなの？次回その答えが明らかに。お見逃しなく。そろそろボーンフリー。日野町のタイガくんに会いに行ったよ。タイガくんは字が書けるようになったんだって。おいしょ。はい。こんにちは、ヤスのおっさんやで。タイガくんか？うん。こんにちは。こんにちは。タイガくんかな？字上手に書けるようになったから、わし、褒めに来て。あ、プレゼントあげるわ。ほら。ありがとう。お母さんと字の練習をするタイガくん。覚えたてのひらがな、うまく書けるかな？自分の名前を書いてくれたよ。ありがとう。これからも頑張って練習しな。わし楽しみにしてんで。わしに手紙書いてくれる？うん。ほんま、嬉しいな。ヤスのおっさん褒めらった。今度は誰のお家に行くの？ヤスのおっさんに褒めてもらいたい人募集。子供でも大人でも応募できます。必要事項と褒めてもらいたい内容を詳しく書いてこちらに応募してね。応募いただいた方の中から選考の上訪問します。この番組はピアライフボーンフリーの提供でお送りしました。